試合のゼロで抑えて勝つので、次も応援よろしくお願いします。相手チームの方も日本人が多いっていうことで、やっぱ難しい試合になることは分かったんですけど、自分たちで苦しめてしまったので、そこをやっぱ課題として、次の試合に取り組めたらなと思います。引き続き次の試合も無失点でいけるように、その回数をやっぱできるだけ増やせるように、後ろはやっていきたいなと思っています。RB シンガポールらしいサッカーを見せるので、応援の方よろしくお願いします。